まずは、はい、あの今回5周年っていうそれに敬意を表しますよくこんな素晴らしい活動をお続けになられあのいわきの人たちに勇気,ず勇気を与えてくださいましたその5年という歴史の中で震災に見舞われあの立ち往生しなきゃいけないようなそういう苦しい時もあったんですけれどもでもそれを乗り越えて。 まさにベートーベンの精神苦悩を超えて歓喜に至れっていう感じで人々の心にたくさんのものをあの残されたっていうことを光を与えてくれたっていうことを僕は本当に感謝したいですね。僕自身のことで言えばその2008年市民の皆様との大邱 N 京それがとてもとても心に残っています。それが2年後でしょうか東京の皆様とまた。 代行することができましたそれからアーネムから私がその時常任主役をしていたオーケストラを招いてくださってそれもまた嬉しい嬉しい嬉しいコンサートになりました僕は待ちに待ってたんですねアリオスが出来上がることそれからアリオスを支えてらっしゃる大勢の皆様のお心意気それとても素晴らしいことだと思います。 ホールの響きも私はとても好きです震災にあって一瞬たじろいでしまいましたがそこで今度こそ僕たちの出番だと僕はコバケンと仲間たちオーケストラ謎を引き連れてボランティアコンサートを明日もまた、えー、多摩の男性合唱団の方々やいわきの男性合唱団の方々で、えー、月光とピエロ謎これもまた 全員ボランティア、私もボランティアでさせていただきますが、これからもこのホールが市民の皆様の支え、礎であってほしいと思います。やっぱり何かがあった時に、いつも支えになるのは、僕は音楽の力だと今回特に確信しています。あの皆様も本当に辛いことが、 多いいと思いますけれどもこの有吉に来て日頃のこう辛い思いを断ち切りまた新しい勇気をそこから獲得し新しい光に向かって進んでいっていただけたら僕たち演奏家にとってあのこれほど嬉しいことはありません。えー、新しいといとうか 六年目の始まりにまた NHK 公共楽団と小山ミチエさんとここで演奏させていただきます。それもまたワクワクするような嬉しい出来事になります。市民の皆様どうぞあのベートーヴェンが将来あの耳が聞こえなくなっても何があっても自殺を仕掛けてようとしてもなおかつ人類にあや夢を与えようとして。 あの立ち直って素晴らしい音楽を作りそのスローガンが苦悩を超えて歓喜に至れだったというようにこの皆様もまたこの「アリオスで音楽を聴いたりいろいろなすることによってご自分の精神を鼓舞し輝かしい夜明けをまた再生していただきたいとえ祈り願っています。ありがとうございました